はいじゃあ問6いきましょうか。第1問の最後はね。で、これはどうかね、あんまり今までなかったタイプかね、えー、最大記録、いくつかの気象観測のね、で、日本国内のいろいろ観測地点があって、えー、何が聞かれてるか言うたら、最高気温の記録、あと最大風速の記録、で、日降水量、24時間雨量やね、えー、の 記録のトップ20が示されてますよっちゅう話やでどうするなんかもう一個ずつ上から見ていくかそしたらま,まあまあターっていうかこの丸印から見ていくそうするとこれが一番集まってんのはこう沖縄やねこ,これ気づいたかね意外と沖縄見過ごしがちやけどこの本州ばかし見てこ,ここ沖縄にかなり集まってるよね でそれ以外も、まあ、沖縄に多いしあとはどうこ長崎の先っぽとかあのこの佐田岬半島とかえっと何、えー、室戸岬とかなあとはここの島とかあ、まあ、ここら辺からこうちょっと傾向性を読み取るっていうことが大事かもしれないね。そうするとどう全部基本的にこう,う、まあ、全部とは言わんけどもほとんどが海に面してる。 感じがするかなあまあそこら辺からこう類推してやっぱしこれが風やろね最大風速じゃないその感覚はなんとなく分かるかなつまり海の上っていうのは何も遮るもんがないから特にそれこそ台風が来た時とかあ沖縄なんていうのは台風のもう上州地帯やねで沖縄の台風が来た時にうんその海の上をこう ね、強い風が吹いて、いわゆる最大瞬間風速何メーターとか、要台風の情報の時にやるわね。そんなやっぱし内陸部、山に囲まれた内陸部よりも、岬の端っこ、半島の端っことか、島の方が、それは最大瞬間風速は高くなるよねっていう、まあ、定番の話やわ。まあ、それでいけるかな。だからこの田ってか、この白丸が風やなっていうことがわかりますよと。じゃ次、地位は何じゃ えっとこの三角で三角がとりわけ多いのはまあ沖縄とかにも一部あるけど四国この高知徳島あとはここやなやっぱ三重の尾鷲市とかあ,もうこある意味こ,ここ見ただけであってピンと来てほしいかもしれんもうこの時点でこの三重のこの辺りというのは1日24時間雨量が非常に 多いところとして知られてるね。これもだから、例えば、うんよく説明で出てくるのは、黒潮の、あの、あの GIS を知ってるかね。えー、っと、a r ス e っていう GIS。g o o g l e a r s じゃないねんで。えっと、a r s ってこのこの、あの、女の子の、あの、ブランドでもなくて、これ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 。a r ス地球の風天気海の状況地図っていうね。 <laughs> でこれを見たときに、これ、デフォルトでは風向きになってるけど、この左下の項目から、えっと、海流とかにこう切り替えてみる手で、出てくるかな、あほらほらほら、一旦ちょっとメニュー消して、分かる、日本近海、海流に切り替えてみてみると、ほれ見てみ、もう明確にこの黒潮の蛇行っていうかね、黒潮が流れてるところが分かるね。で <laughs> 今たまたま今日はちょっとこう蛇行してて三重県の沖合をこう流れてしまってるけど <laughs> だから今たまたまねでもこれ結構三重県の尾鷲市の沖合っていうのはこう黒潮が結構近いとこ流れてたりするんやでそこで、えー、水蒸気を大量に蓄えて特に夏そうか今1月で撮ってるからもしかしたらあれなんかちょっとこれ火をさ 夏とかに切り替えてみたら結構大汗の近くとか流れてることがあるんじゃない ?2024 ではまだ未来やな。2023年の8月15日とかで見てみるど。うかね。うん。これも蛇行してるけど、要するにこの,あの海水温がここが非常にこう高くなってるのがわかるかね。で、そ,そこは非常にこう湿気を含んだあ空気が夏のモンスーン、ね、によって で、この木山地にあたって、この三重県とか、もちろん高知とかもそうやけど、おに大量の香水をもたらすんや。で、もう一つ、ちょっと尾鷲市の話だけ細かくやりすぎるのもあれなんやけど。ちょっと待ってや。これもう有名な話やから知っといてもいいと思うよ。はよえっと、三重県の あいいいい行きすぎ、行きすぎ、行きすぎ。はい、はいはい、行きすぎやって。はいはいはい、ここね、紀伊山地のこの三重県のこの辺りっていうのは、わかるかな地形的にもやで。この大瀬の辺りっていうのは、この山、大台ヶ原とかこの、この山ね、紀伊山地が非常にこの海岸に迫ってんのがわかるからね。ここの距離めっちゃ短いよね。 つまりこの尾鷲っていうのは地形的に言っても、ここにこう、黒潮に由来する非常にこう、あったかい海水があって、そこで湿気を含んで、夏のモンスーンが急激にここで、もうここに高い山があるから、急激にここで上昇気流を引き起こして、うんと、地形性高がもたらされると。だからもう非常に降水の多い地域として知られてるわけね。えっていうようなことからもいけるかな。あとはだから、四国。 これも結構やから台風が、例えば九州の辺りとか通った時に、うん、こう台風ってこの半時計回りに渦を巻いてるからねで。四国の地形から言うても、やっぱしこれも四国はええでの。特に高知なんていうのはこ、こういう、こういう形をしてるからさ。こっちに山地があって、こっちにこう山地があって、なんとなくここに空気が集まってきそうな感じがしてるやろ。 わ <laughs> かるつまりこっち側は台風が通った時にこう南から湿った風がこう高知のここに吹き込むわけよねでこれがここにこう修練してでさらにこの四国山地ってかなり高い山やからさここでまた上昇気流が引き起こされてここで大量の雨がもたらされるとまあだからようにた尾鷲もこの高チもなそういう地形になってるわけやってことからあ何が言えるかっちったらこの地 これが日光水量ね24時間雨量であるってことが分かりますよ、まあ、それで答え自体決まるけどもう一個見とくと「つ」これだこの四角形かでどこに多いかっちゅうったら例えばいっぱい集まってんのはこの名古屋岐阜のあたりやね愛知岐阜ここら辺も暑いとこやでもう一個はこの群馬栃木ここら辺がやっぱ大事じゃね群馬のえっとあどこや 前橋とかねもう暑いことで有名や夏大体だからあの何、えー、夏の最,最高気温をあの一番高いところの例としてさあの街頭インタビューとかでこの群馬の前橋とかねこの辺りが、あのー、出てくるがねあとは意外とこの新潟のもうこの辺りこれは明確に何やと思うこれピンときたら地理的にセンスがちょっとあるね 分かるこれ多フェーン現象で夏、うん、ここの要するに産、えー、地産地を越えて夏のモンスーンがこう南からこう吹いてでここの山地を越えて新潟とかこの北陸側に、えー、高温乾燥をもたらすわけね。 っていうなところらへんだから、こう、新潟のフェンーンションあたりとか、あ群馬とか、もしくは岐阜とか、あこのあたりっていうことから、えー、これが何一日の最高気温か。あ、そうね。これが気温や、ということがわかりますよね。ちょっとね。だから、大事な点は、うんと、今の気温の話でいくと、日本の中でも沖縄、この、えー、赤道に近い沖縄よりも、 こういった内陸に位置している群馬とかの方があ最高気温の記録とかは出やすいですけどね。やっぱりこれは内陸性気候とか海洋性気候っていうアナハシともつながってくるよね。やっぱり海洋性気候、周りが海に囲まれてると熱しにくく冷めにくいから、あー夏の間もそれは暑いんやけども、そこまで極端には暑くなりにくいけどね。 でもこうやって周りが岩石でできてるこの内陸部ほど太陽光が降り続いてギュッとこう熱しやすく冷めやすい熱しやすいわけやから気温がギュッと高くなりやすいっていうことね最高気温の記録も出やすいってことじゃいいかなそういうところで答えは選べるかなと思いますはいじゃあ第1問終わりやね